にちは、マリです。今でね、夜の10時くらいに、10時過ぎになって、今いい雰囲気のとこにいます。高知市内の中心街にある、はい、サムシングクールというね、おしゃれなね、とこにいるんですけど、じゃん、ほら見てください、数々のお酒に、そしてほら、マスターが作ってるカクテルとかね。こんなおしゃれなところに私一人で来てるんじゃなくて、はい、同じね、高校の先輩後輩、川野さんと田原です。田原さんと、そして僕は高田純次さん誰だろう。あ、恩師の大野先生でした。教育実習でお世話になった大野先生と4人で出ます。先生の行きつけのバーなんですよね。おしゃれすぎて、どうしよう。あ、先生のように静かにかっこよく佇んでいたらいいのかな。勝手なことしてるし、それで私はあのね、メニュー見たけどカタカナとかなんか英語ばっかりよくわからなかったから、マスターおすすめの、私を見てマスターおすすめのカクテルを作ってもらってます。楽しみです。マスター、私の印象で作ってくれてますか。あ、ここはいつオープンされたんですか。平成6年ですね。平成6年、はい、23年目になります。うわ、長い、はい、あ、なんかこれ何の映画ですよね。なんか流れてる、カサブランカっていう、おしゃれだな。ピコン、ハーブ、へえ、ピコンって書いてる。はい、マンゴーやマンゴーのリキュールのカクテルですね。マンゴー、はい、わあ、美味しいですか。美味しい。紅茶？ティフィン？はい、ティフィン。ティフィンっていう。そのフランスのディータ、ちなみに。あ、ディータ。何ですか、ディータ。ディータとかディータとかっていう。どういう意味ですか。あの、これは商品名です。あ、商品名。はい、あの、中国のフルーツライチを、はい、フランスでリキュールにしたやつですね。ライチに紅茶にマンゴー。斜めになってます、うん、このフランス、うんうんうん、あ、本当だ、だからね、おしゃれ、どこから飲むのかわからない。基本的にその僕が持っていた方向で飲んでると、その、この辺で間違えた、この辺り、はいはい、マンゴー、おいしい、あ、飲みやすい、飲みやすいです、めっちゃさっぱりしてる、わ、おいしい、あ、マンゴーの香りがめっちゃする、あ、ここほら、他のね、カクテルのお店に比べてね、ものすごくね、キレがいいの、うん、美味しい、あ、確かに、好きって、あのね、なんかね、あの、甘ったるいドロッとしたようなカクテルじゃないの、うん、好きとしてる、
マンゴーはのほのかに甘い。すっきり。みーちゃん、ホルモン飲んでみて。美味しいよ。ん？レッツトライ。はい。これは？これは、ティフィン。ティフィン。ティフィンね。紅茶の。紅茶も飲みやすい。なんで紅茶なんだ？お茶の葉っぱが入ってるの。そうです。はい、有名な紅茶の茶葉。いただきます。おいしい。これ美味しいで。難しいよね。紅茶の味がすごい。ふわっと。大人の味です。あ、紅茶レモンが入ってる。いやレモンは入ってないですよ。あ、これそれはオレンジの大人の味。あ、オレンジなんだ。あ、すいません、悪いですけど、私も美味しいでしょ。私も美味しいと思ったマンゴーヤンっていうリキュール。関西弁マンゴーヤン。あ、なんでやマンゴーヤン。そうやん、そうやん、マンゴーヤン。さすがマスターですね。私もこれで今日一段とちょっと高級な大人になりましたような気がします。マリちゃん大人になりました。はい。ああいうほらハンフリー・ボガードみたいなかっこいい男を見つけないと。あ、そうですね。男がいなかったですね、私には。そうですね。まだまだですね。一人で、うん、この男もう、あ、かっこいい、苦み走った、いい男。なんていう俳優さん。だからハンフリー・ボガード。あ、ハンフリー・ボガード、うん。最後女のために殺人まで犯してね、アメリカに逃がすが、男の中の男。私もハングリーボガードのような男を見つけます。今宵に乾杯。マンゴーにこれオレンジのスライスが、ね、姿勢いいね、まりちゃん。姿勢、書道してるから姿勢。あ、そうか、はい、すごい、なんかこの辺の姿勢がいいな。そうかな、ね、そう、僕は逆にパソコンやってるからだんだんこの手が楽になってきて。あ、確かにパソコンやってる時はこうなるのね、うん、でお腹の力が抜けてるから余計いけないね、うん、なんていうの、へそにグッと力入れてないとダメらしい。